茶道具3茶入れ茶壺薄茶器。今回は茶入れ茶壺薄茶器について見ていきます。茶入れ。茶入れは茶の湯では茶碗に並ぶ主役級のアイテムです。仕覆で包み茶席ごとに着せ替えしてあげることもあります。象牙で作られて内側に金箔が貼られた蓋は下蓋と呼ばれます。唐物茶入れ。中国産の茶入れは鎌倉末期には輸入されていました。室町時代は唐物全盛だったため、この頃から類別や格付けなどがされてきました。永正6年の君体感想長期には那須、露呈、鶴壺、露呈口の水滴、棒片付き、片付き、手亀、笛子、大海、丸壺、半胴、ひょうたん、類座、そんなり、常陸帯、夏目、静止、湯桶、鶴首の唐物茶入れが列挙されています。瀬戸茶入れ。日本製の茶入れの始まりは鎌倉末期頃から、瀬戸釜で唐物茶入れを模して焼かれるようになったのが始まりとされています。室町中期になると国有の改良がなされて小瀬戸の茶入れが誕生します。代表的なものに大名物小瀬戸片付き茶入れ横田があります。桃山期になると和び茶の流行に伴って和物が用いられるようになり、千の松庵が見出した国有瀬戸茶入れを利休が古家宗鎮に下を書いてもらって辻堂と名付けるなど、瀬戸の茶入れの評判が茶人の間で上がってきます。また江戸時代、小堀遠州が瀬戸の中古茶入れ、中高茶入れに注目したため、その後多くの茶人らが参加して歴史分類、格付けなどが行われます。古い順に東四郎が日本の土で焼いたものを小瀬戸、二代目が焼いたものを魔中古、三代目が焼いたものを金火山、四代目が焼いたものを破風、利休以降の瀬戸、美濃、京都で焼かれたものは後釜とされています。さらに後、江戸時代後期の松平不昧が瀬戸陶器鑑賞で瀬戸茶入れを権威づけましたが、現在の考古学では県境不快であったとされています。国焼茶入れ、島物茶入れ。瀬戸釜以外の国内の釜が作ったものを国焼茶入れと呼んでいます。天正15年、利休が博多の箱崎八幡宮で開かれた秀吉の茶席で初めて国焼の備前の茶入れ、名補呈を披露したことがきっかけとなって各地で焼かれていくことになります。美濃ではいち早く織部の茶入れが焼かれました。福岡県の高取は茶入れに力点を置いていて、それは現代に至るまで受け継がれています。松平不昧の瀬戸陶器鑑賞には高取、唐津、肥後、薩摩、ゼゼ、備前の6つが挙げられています。他にも優美なおもろ焼きや美濃、信楽、丹波などが知られています。島物茶入れは中国南部や東南アジアで焼かれた国有の小壺を茶入れに転用したものを指します。仕覆。仕覆は大切な茶入れ、茶碗などを入れる袋です。表地には金蘭、ドンス、関東、錦などを用います。締め尾の結び方は流派によって、また場面によって決まりがあります。茶壺。茶壺は天茶を入れて保存するための陶器製の壺です。茶会の際に床に飾られたり、口切りの茶事で用いられるアイテムです。飾るときは口覆いをかけ、紐で編んで口覆をかけ、網に入れます。結び方は流派によって決まりがある場合があります。茶壺の歴史。茶壺は茶入れと同じく
鎌倉末期に輸入され始め、国有の唐物茶壺が主に使われていました。室町時代には書院や広間の床で茶壺飾りが行われるようになり、唐物茶入れとともに格別に扱われました。ルソン経由で運ばれたためルソン壺とも呼ばれます。日本国内では茶入れ同様、瀬戸釜で唐物を模して作られ、当祖の名東四郎で売り出しましたが、評価は優れませんでした。桃山期になると唐物茶壺が珍重されるようになり、価格も高騰します。桃山期の天下の三茶壺は松島、三日月、四十石ですが、今は残っていません。当時のもので残っているものでは、主公が所持して信長にも渡った松花茶壺が有名です。江戸時代になると茶壺は飾りというよりも茶葉を入れておくものという実用性が重んじられるようになります。三代将軍家光の頃になると、宇治の新茶を運ぶお茶壺道中が制度化されました。それは大名行列ですら道を譲らなければならないほど格式が高いものだったようです。江戸時代の飾りの茶壺では、仁清による色絵東華門茶壺が代表作とされています。薄茶器。薄茶器は漆器を用いることがほとんどですが、おおよせで使われる替茶器には陶磁器など別の素材のものが使われます。形状による名称は夏目、中継ぎ、面中継ぎ、吹雪などがあります。技法の種類は新塗りを基本として蒔絵、螺鈿、漆絵、墨絵に透き漆が施されたもの、ため塗り、朱塗り、すり漆塗り、根頃塗り、生地、一貫張りなど多様です。替茶器は見立ての器が多く、志野、織部、唐津、仁清、剣山、小染付、春水、南京赤絵、七冠青磁、小引、三島、寸古録、デルフト窯など多種多様です。夏目は室町時代には登場していて、名工としては羽田五郎が知られています。利休の時代には清闇、木蔵、与蔵、秀次、江戸時代には藤重、関総長、江戸後期には原陽遊斎、中山古民などが名工として知られています。今回はここまで。茶入れ、茶壺、薄茶器について見てきました。